ザベス。おい、どこ行くんだよ。逃げ切れません。お前、諦めるわけにはいかねえって言ってただろ。私がおとなしく投降すれば、あなたの命をむやみには奪わないはずです。ぜい、どの道ありゃ俺たち両方殺す気だぞ。どうして、私嬉しかったんです。たった一人で七つの大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて、すごく不安で、正体がバレないよう着慣れない鎧でクタクタになるまで歩いて、けど誰を頼ることもできなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私に優しくしてくれて、だから私は名も知らないあなたをこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。まさか、そんな、あなたは、だって、そのシンボルは獣の、いえ、ドラゴンの。うわだ。わしの剣は確実にこやつを仕留めた。だが一撃をもらったのはこのわしじゃと。なんだそれは。俺の剣。待て、貴様の顔には見覚えが。いや、だとしたらなぜ昔と姿が変わっていない。俺が誰だか分かったか。まさか本当に貴様。決定、この尋常ならざる力は、あの伝説が。七つの大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス。これで一人目が見つかったわけだな、エリザベス。残りの六人のことなんだけどさ、俺も用があって最近あいつら探し始めたんだ。情報集めのために酒場をやりながらな。これで看板娘がいてくれたら、客も情報ももっと集まるんだかな。え、一緒に行くだろ。はい。ツインゴ様、しっかり。王国に増援要請を。これは一大事だぞ。行くぞ、次の町へ。出発だ、ホークママ。
エリザベス！こらこら、蹴りをつける！もう終わり？案外楽勝でしたね。あら、嬉しいわ。聖騎士を見くびらないでください。酔った勢いでな。うしゃしゃ。もう休んでいいんだ。
待ちしていました。
がたくさん集まってますね。お祭りでしょうか。ウィッス。お豚の帽子だろ。今日は何の祭りだ。はあ、これが祭りに見えるか。聖騎士様が突き立てた剣を引き抜こうとしてんだよ。聖騎士が剣を、なんでまた。先日聖騎士様の怒りを買ってしもうてな。その方の魔力を帯びた剣が村の地下水全体を封じてしまったんじゃ。聖騎士様の剣を引き抜けるとしたら聖騎士様のお力しかない。村の者には言いにくいが、この村はもうおしまいじゃよ。ああ、みんなして何情けねえ声出してんだよ。俺の立ちの七つの大罪にかかりゃそんな楽勝だぜ。コレミード、一体誰のせいでこんな目に遭ってると思ってるんだい。さて、
今年は村の全員が最高の出来と自負しております。まずい、馬の小便よりはマシな程度だ。うちの村のエールをよくも聖騎士なんか知るもんか。げっ、聖騎士様の先に虫が。お許しくだされ。リベンジカウンター。太陽とは無…リベンジカウンター。太陽とは無慈悲なもの。リベンジカウンター。リベンジカウン…リベンジカウンター。太陽とは無…リベンジカウンター。太陽とは無慈悲なもの。リベンジカウンター。
必ずやご期待にお応えします。Thank you.